司令、ご視聴ありがとうございます。桜革命配信1ヶ月になりますね。発表された時はお、これが桜大戦の未来になるのかって結構驚かされたけどね。漁師ドレスっていう設定もそうだし、新しいヒロインの桜しの、そして大正100年という時代設定。今回は1ヶ月プレイしてみてすごいなって思ったところも、あるいはここはちょっとなって悪いなって思ったところも、全部こう素直にプレイヤー1個人の感想としてちょっと話していきたいなと思います。1点目はね、ストーリー。もうこれはすごいね。もともとのその桜シリーズの1話ごとにこうヒロインにスポットが当たるっていう、あの魅力的な演出を大事にしながら、日本列島を縦断していって乙女一人一人と出会うっていう、その掛け算がいいよね。今その実況で配信している高千穂さんのストーリーなんて本当にね、涙が止まんなかったよね。一人一人が背負うものに対して扉を開いていく、光を当てていく、そしてその役割が大石だったり桜しのだったり、何よりこれが今回47都道府県であるっていうと、贅沢すぎるし涙枯れちゃうと思うんだよね。これもいいなって思ったのが、ストーリーを分配して配信するっていうところだよね。今はそういうゲームもかなり多くなってきたと思うんだよね。もうすぐ四国編のストーリーも配信されていくけど、楽しみを取っておこうともできるし、時間をかけてこの桜革命という、こう涙を誘っていくストーリーに触れていくことができるというのはすごく嬉しい点だなと思いました。これも外せないね、フレンドシステム。桜シリーズって一人プレイが常識なんですよ。他の方が育てた乙女を友軍として迎え入れることができます。こうやってお互いが力を合わせて日本を奪還していく、それが不思議と他の人と一緒にこう桜シリーズをやっていけるっていう、その喜びの共有につながっていくんだよね。今ではね、そういうのは他のゲームでは普通かもしれないんだけれども、感動のやり取りがこう桜シリーズの一番いいとこだなと思うので、インターネット社会になったことによって他の人とこう桜の良さっていうのを共有できるっていうのはすごく嬉しいことだなと思いました。課題もありますね。まずね、ちょっと成長のシステムがすごく難しいんですよ。今回は RPG なんですよね。一般的なゲームと違って、戦って経験値を積むとレベルが上がるんじゃなくて、成長育成っていうシステムが必要なんだよね。ただね、アイテムの種類がすごく多くて、それをこう振り分けなきゃいけないみたいなんだけど、未だに全然わかんない。ちょっとね、もう少しこれのチュートリアルがあればやりやすいのかなって感じはしますね。仕組みを複雑にするっていうのは、それだけこうやればやり込むほど面白くなっていく証拠だと思うので、何かこのレクチャーをするような場面がもっとあれば嬉しいなと思いました。連携の演出がちょっと少ないかな。これは新桜大戦の時からの課題だね。桜2以降にあったような、ああいう協力攻撃みたいなシステムがもうちょっとあればね、一つのチームとして帝国歌劇団が魔に向かっていく、乙女同士がこう協力して何かをしていくって時に、なんか演出がもうちょっとあれば嬉しいよね。登場人物が多いからこその難しさなんだろうね。通信がまだ重い。たびたびあるのが、アクセス数が多くてこう反応ができませんというメッセージが出るときだね。人気があるからこその現象だと思うのですが、やっぱりここがもっと気持ちよくできないと、ちょっとこれからのプレイが難しくなるかなと思いました。実況の中でも喋ってきましたが、さくらしのがこぼしていく言葉を聞いていると、やっぱり帝国歌劇団としての心が根付いているなというふうに思いました。確かに桜大戦の未来の可能性の大きな一つで、なおかつ新しい可能性をしっかり開いてくれたなと思いました。ただしその新しい仕組みに対してまだまだ課題があるので、ちょっとそこは直していく必要があるかなと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。以上がね、1ヶ月桜革命プレイしてみての感想でした。今後もね、プレイ実況の動画を上げていきますので、ぜひ見ていってください。見てくれた全国の司令に敬礼。司令